改めまして、シックと言います。よろしくお願いいたします。今日はミカ with 陽一の CD 発売ということで、なんとね、多分3月ぐらいに発売していたんですけれども、あの CD 記念ライブが今日ということで長らくお待たせいたしました。はい、で、私たちギターお二人とでボーカル3人でやってるんですけれども、こちらのギターの入さんは大阪北区で、こちらのギターの砂野さんは京都から、私一人姫路っていうことで、あんまり普段は姫路ではライブしてないんですけれども、今日は、なかなかね、年いってくるとあんまり遠方に行きたくなってくるみたいでね、嫌がるお二人をなんとか姫路まで、いや嫌がってなかった、あ、よかった来ていただきまして、お招きに預かりました。本当にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではアンサリートリビュートということで、アンサリーというシンガーがいてるんですけれども、そのシンガーの曲ばかりやってます。でアンサリー、もう15年ぐらいデビューしてから経つんですが、ほとんどの曲がアンサリー自身が他のアーティストの曲をカバーしてまして、まあ、そのアレンジがとても素敵だったり、彼女の独特の世界がに魅了されて、アンサリーの選んでる曲を私たちがさらにカバーしているという形になります。まずはどんな感じか聴いていただけたらと思います。最初の1曲目はジャズの曲です。僕たちはとても愛し合っていたけれども、ずっと一緒にいる運命じゃなかったんだね、別れてしまって僕たちはとても傷ついてるけども、これからも恋をすることを忘れないでね、あなたがずっと恋をしてくれることを望みます。 I wish you love。Thank you.
あのジャズの名曲で、あの古いジャズをご存知の方はね、あこの曲もっと長かったんちゃうかなっていう感じなんですけども、ちょっと明るいテンポになるところから始めました。はい、ということで、改めましてですね、砂野圭三中に夢中になりました。桐隆で、私ボーカル広田知恵と申します。スナノの S、キリンの I、シエの C ということで、とっても単純なシックという名前でございます。あの決して病気ではございませんただ単に並べただけのものなんですけれども、あのアンサリーって、あ初めて聞くんですけど、アンサリー知ってる人、わあすごい少なありがとうございます。いやそうなんですね、あのアンサリー、あの言いましたけど15年経ってるんですけど、アンサリーってね、あの日本の人なんです。でもあの、在日コリアンで、あのでも生まれたとこから日本で育ってきて、であの実は、本業は心臓内科医さんなんです。なんかお医者さんをしながらあの、歌を歌っている。で今カバーだったんですけれども、曲も作っているんですね。で先日あの新しいアルバムが出たところなんですけど、あのもしかしたら聞いたことあるかなっていうのは、アニメの映画で狼子供の雨と雪 の、 あのお母さんの歌っていう曲を書いた人だったりとか、NHK の、 あのみんなの歌で伸びろ伸びろ大好きなあのダウン症の男の子が書いた詩にあの曲をつけた、あの曲をねあの、流れてたりとかいう方なんですけれども、好きっていう人はこの曲が好きっていうのが多いのが、蘇州夜曲をあの観音女流のアレンジであの出したのがすごく有名で、ヒットしているっていう感じです。まあ、知らない方の方が多いと思うので、初めて聴く曲と思っていただいて、また聴いていただけたらなと思います。じゃあ次もあの古い曲なんですけれども、ビーチボーイズの曲で、そうですね、都会にの大学にやってきた、あで勉強してた子がちょっと都会に疲れてしまって田舎に帰ってきたら、なんであの気持ちのいい日々が過ごせるんだろう、その中でとっても可愛い女の子を見つけたよ、僕は彼女と結婚するんだというような、あの夢のような世界のことをディズニーガールと名付けた曲です。聴いてください、ディズニーガール。
のビギンということでした。これって聞いたことあるでっていう方いらっしゃいます？ああ嬉しい、ありがとうございます。ちょっと前にはね、あの、初めはね、水原ひろしって知ってます？嬉しいわ、うなずいてくれる。私ね、これ生まれる前なんですよっていうとこ、いや、ほんまにね。名曲はずっと歌い継がれるということで、では次の曲はね、あのちょっと知らない方が多いかもしれないんですけど、あのちょっと前におあの西岡共同さんというね、あの男性のシンガーソングライターがいらっしゃったんですけれども、もう亡くなったんですけれどもね、あの彼のとても素敵な曲で、これもいろんな方があのカバーしている曲なんですけれども、あのアンサリー、心臓内科医って言ったんですけどね、あの研究のために、あれどこだったっけ、アメリカのどこでしたっけ、あ、先生、ニューオーリンズよ。そうニューオーリンズにあのお仕事で行ったんですよ。お仕事であの1年か2年ぐらいいらっしゃった時に、あのアンサリーって知ってる方は、あ、あのジャズのって言われるんですけど、決してジャズの人ではないんですけど、もうあのニューオーリンズであのジャズの勉強ができるなと思って、いろんなところで歌ってるうちに、あの地元のミュージシャンとたくさん知り合いになって、その知り合いのミュージシャンばかりを集めたジャズの、CD を1枚出してるんですけれども、その後になんとあのカトリーナ大変でしたあの来まして、あのニューオーリンズの街が水浸しになったの でその後そのメンバーを呼んで、あのチャリティーのコンサートなんかもしてたんですけれども、その時にあのニューオーリンズでの、録音だったんですけども、一曲日本の曲をやりたいということで選んだ曲です。アフリカの月。
ありがとうございました。まったりしてきましたが、あの三河ウィズ陽一に引き続き眠たくなってらっしゃらないですか？大丈夫でしょうか？ちょっと目覚ましてもらおうかということで、昔にあの AOR っていう曲がとても流行ってた私たちの青春時代なんですけど、AOR のあの品川村でケニーランキンっていうあの品川がいたんですけども、彼の曲であのとても小粋でね、素敵な曲なんですけども、あの初めて知ったんだけど、私たちあのほら男性がね女性にこう初めての人に声をかけるときに会ったこともないくせに、いやどっかで会ったことないとか、よく常套句じゃないですか、よくあると思うんですけど、それがあのアメリカでも同じような声をかけをするそうで、どっかで会ったことあるよねっていうのを、あのハビンという名っていう、そう私たち会ったことあるそれを歌にした曲です。とても素敵なギターアレンジで、あのお二人の掛け合いもあるんですが、結構早いので、ね、あの掛け合いしてるかどうかよう見とかんとあかんので、よう見といてください。ではやってみましょう。はい、見てみます。
僕らが旅に出る理由。
清聴ありがとうございます。シック最後の曲になります。どうもありがとうございました。最後の曲はですね、なんとアンサリー唯一の、私たちがやってる唯一 の、 オリジナルでございまして、で演奏に私も参加したくて、楽器何もできないんですけど、アコーディオンをちょっとだけ練習したので入れさせていただきたいと思います。緊張するんですけどね、ちょっと待ってくださいね。拙いね、アコーディオンなので、トロトロしちゃうんで、よかったら皆さん、リズムを手伝っていただきたいので、ハンドクラップとか、近くにタンバリンとかある人はね、はいはい、はい、タンバリン。どんなになってんやろ。はい、じゃあ頑張ってね。はい、はい、はい、はい。ちょっと夕暮れ近いんですけれども、新しい朝という曲をやります。お願いします。Thank you.
カちゃん、陽一さん、お願いします。実はこれもアンサリーの新しいアルバムに入っておりまして、私姫路に読みに来て20何年経つんですけれども、最初ちょっと姫路馴染めなくて、でもだんだん素敵なところだなと思うようになってきて、特に冬は牡蠣を買いに行ったりとか梅見に行ったりとか、夏は娘が阿公の加賀富士山というところで日本舞踊を踊りに行ったりとかして、海岸線をよく車を飛ばすんですけど、瀬戸内の海をのキラキラと光ってるのを見ると、こうなんかいろいろこう溜まってたものがスーッと楽になるような、あ、なんていいとこに住んでるんだろうって最近思うようになった。それにちなんだ曲、はい、じゃあ曲名は言わずに。Thank you.
きましょうか。はい、Complaining too much。3度物語ライブそうじゃない
じゃないけど、姫路は姫路は都じゃないけど最後までありがとうございました。最後の曲になります。皆さんまた拍手、ハンドクラップをね手伝ってください。どうぞよろしくお願いします。最後の曲はスティービーワンダーの曲で Happier than Morning Sun。Thank you.